こんにちは。森尾と空想半熟卵の3回目最終回をお送りします。僕が考えている料理法はこうだ。まず彼に卵の端に近い部分をきれいに割ってもらう。そして帽子を取るようにその部分を取り除いて次にそこから 卵の内容物を外に出す。容器に開けた卵に、あらかじめ茹でてあるエビを入れたり、マッシュルームを入れたり、バターを入れたり、香料やストックを入れたり、いろいろ工夫を凝らすのだ。銀杏を入れてもよい。卵をかき混ぜるか、そのままにするかは、専門の料理師に研究してもらう。 ともかくもいろいろ味付けが済んだ卵をもちろん量を少し減らさねばならぬがもう一度殻の中に戻すこの入れ直すのにはこれも僕の研究室で使っている鶏よりも大型のアヒルの卵の殻を利用するのも一案だろう実際神業に近い技術を持つ義士君は テ卵ランをアヒルの卵の中に移し替え、それを返す実験をやっている。さて、卵の帽子をきちんとかぶせ、熱に強い特殊セロテープで塞ぐ。途中で爆発しないように注射器か何かで空気を除く工夫も必要だろう。あとは、 半熟卵を作る時と同じ要領だもちろん体などが破壊されているのでゆで卵にした場合には黄身が中心に来ないが僕の狙いは半熟にあるのだから問題はない黄身を崩した場合はさらに問題はないこれが 僕が毎朝古女房に茹でてもらった半熟卵を十分満足しきって食べながらも時々思うことである。いろいろな複雑な味を持った半熟卵ができたらどんなに素晴らしいことか。こんな料理僕の知らぬ間にすでに存在しているかもしれない。けれど、 いまだ誰も試みたことがないとするなら、料理専門家の方々よ。毎朝、半熟卵で涙を流す、余命幾ばくもない食いしん坊の老人のために、ぜひ作ってくださるまいか。そして、その新料理が僕の名にちなんで命名されれば、僕の感激、これに敷くものはない。というのは、 才能乏しきゆえ一生を捧げた科学の世界では僕の名はどうやら後世に残りそうもないせめて半熟卵にでも僕の名が残されるならば遠い子孫のうちに新安半熟卵を毎朝食べながらこんな先祖もあったのかと思ってくれるものもあるかもしれないからこれで 森尾と空想半熟卵は終了です。ありがとうございました。